<music> <laughs> 今日もちゃんと来ていたか出来は悪いくせに授業を受ける姿勢だけは一人前だなまあいいその態度に免じて。 俺もとことこん付き合ってやる。今回の授業は日本と戦争の関わりについてだ日本はこれまで幾度か世界相手に戦争を行った歴史があるその中で一番大きく悲惨だったのが太平洋戦争だ太平洋戦争は何年に始まったか知っているか それくらいいは知っていたかそうだ1941年日本はこの年戦いの火蓋を切ったのだそもそもこの戦いは突発的に始まったわけではない16世紀頃から始まっていた欧米の植民地主義がその起因といえるのだ当時工業力が進んでいたヨーロッパの国々は 競うようよに植民地政策を進めアフリカやアジアの国々を蹂躙していった現地の人々を安い労働力として古き使い奴隷のような待遇で自国の利益だけを求め続けていたのだ弱い国は強い国の植民地となり搾取されるアフリカやアジアはヨーロッパ諸国のカモにされ続けていたのだイギリスに至っては 全世界に植民地を持っていたので太陽の沈まない国とまで言われていたそんな中欧米人にとって想定外の国があったそれが日本だ日本は幸いにしてそこそこの工業力を持っていて欧米の植民地化に対抗する力を持っていたこれが気に食わない欧米は日本を追い詰めることにしたそこに 日本とアジア各国のさまざまな思惑が複雑に絡み合いそれが結果として世界大戦につながっていったのだまあここまでは普通の歴史の授業で習うようなことだ俺のオカルト日本史はここから真実を解き明かす第二次世界大戦は兵器を使って戦っていただけの近代的な戦争ではない その裏側では人間の思念を使った呪術の戦いも繰り広げられていた中世の魔術や呪いが当たり前のように使用されていたのだドイツのヒトラーがオカルトにハマっていたのは知っているかふん、<laughs> 勉強不足だ俺の生徒だったらそれくらい知っておけ少し調べれば ヒトラーのオカルト的行為は山ほど証拠が出てくる彼もまた呪術の力を使ってヨーロッパを侵攻していったのだ日本でも呪術の力は敵への攻撃として利用された日本の内務省が国中のお寺や神社に我々の敵であるアメリカのルーズベルト大統領とイギリスのチャーチル首相を受殺せよという通達を出している その結果ルーズベルトは終戦を待たずして死亡したのだだがイギリスのチャーチルは悪魔崇拝者と手を結び日本を呪訴したため助かったチャーチルの有名な V サインはサタンの角を表しているチャーチルもまた戦争に勝つために呪術を使いこなしていたのだ第二次世界大戦 太平洋戦争それら大きな戦争では国力をつぎ込んだ呪術戦争でもあったのだ呪術を使った戦いと聞いてもファンタジーの物語を想像するかもしれないなだがそれらの物語にも真実は隠されているそして科学が進んだ現在でも敵を攻撃する手段として使い続けられているのだ 呪術の力は強大で近代兵器でも及ばないような力を持っている。だがその使い道を間違えればその力は全て自分に跳ね返ってくる。国同士の戦いの中で呪術を使うことがどれほど危険かお前でも想像つくだろう。下手をすれば国が滅びてしまうかもしれないのだからな。 今日の授業はこれまでだ。次回は現代の呪術戦争について説明する。次の授業まで CS チャンネルのファミリー劇場の番組を見てしっかり予習しておくことだ。覚えているだろうな緊急検証と声優男子ですがという番組だ。前回も話したが8月はスペシャル企画があるので見逃すんじゃないぞ。 番組をちゃんと見たなら褒美として俺から特別なプレゼントをやろう詳しくは俺たちのサイトをチェックしてみるんださて次回の授業は8月7日だ次の授業も人間の闇の部分に触れることになるが怖くなったら逃げ出してもいいだが真実を知りたければまたこの教室に来ることだ